どうもカマスです。今日は前回のプレゼント企画でプレゼントできなかったスパイクコパセンスプラス X スピードフロープラスプレデターフリックプラスのプレゼント企画をやっていきたいと思います。ただ今回も同様に、ゲーム制で前回みたいにターゲットを作ってこのコパセンスプラス X スピードフロープラスプレデターフリックプラスと、この3つのスパイク3サイロの全てのスパイクコパセンスプラス X スピードフロープラスプレデターフリックプラスの3サイロ全てというターゲット4種類を、ランダムにターゲットに入れて、プレゼントするスパイクを決めていきたいと思います。単体のスパイクが当たったら、それを1名の方にプレゼントして、もしこの3サイロのターゲットに当たったら、それぞれ1名に計3人にプレゼントしたいと思います。応募条件応募方法は前回と同じなんですけど、前回はインスタに直接連絡があったり、コメントでも、スパイクはどれでもいいのでっていった感じの、コメントがあったので、今回は、応募条件応募方法が、あった人の中から抽選させてもらいたいと思います。詳しい応募方法はまた途中で紹介したいと思います。それでは早速、このターゲットを作っていきたいと思います。ではターゲットを作っていきます。ランダムにあのターゲットの中に入れていきたいと思います。応募条件は、この動画を見た人というくらいなんですけども、ただ一つ、レビューで5分10分軽く蹴っているものもあるので、それを了承の方のみ、応募をお願いします。そして応募方法なんですけども、もうすでに3サイロ全てサイズをランダムで買っているので、今日決まったスパイクが欲しい人は自分のサイズを1サイズのみ、動画のコメントにしてもらって、そのサイズと買っているサイズのスパイクが、あった人にプレゼントしたいと思います。もし3サイロ全てが当たったら、それぞれ1人計3人にプレゼントしたいと思うので、どのスパイクのどのサイズが欲しいのか、それぞれ1つずつ、コメントをしてもらって、それともうすでに買ってあるスパイクのサイズがあった人に、プレゼントしたいと思います。また後日に抽選動画を上げようと思うので、もし当選した人は、この動画のその応募コメントに、返信しますので、インスタかツイッターかの DM でやり取りできたらいいかなと思います。ではプレゼントするスパイクを選んでいきたいと思います。本当だったら狙ったスパイクを打ちたいんですけども、ランダムに入れていてどこに何があるか分かんないので、とりあえず右から狙っていきたいと思います。では、当たりました。では今回プレゼントするスパイクはこちらになります。プレデターフリークプラスを今回プレゼントしたいと思います。ということで今回はこちらプレデターフリークプラスを、1名の方にプレゼントしたいと思います。応募方法は、途中で言った通りなんですけども、最初に言ったように、前回のプレゼント企画で直接インスタに〇〇くださいだったり、コメントにスパイクどれでもいいので何センチをくださいとか、何センチか何センチをくださいっていう風な、コメントがあったんですけども、今回は、応募条件に合った方の中から抽選をさせてもらいたいと思います。
このプレデターフリークプラスが欲しい方は、自分のサイズをワンサイズだけこちらの動画にコメントをしてもらって、抽選動画はまた後日出したいと思うので、当たった人にはその応募コメントに返信しますので、インスタかツイッターかの DM でやり取りできたらいいかなと思います。また今回はこちらプレデターフリークプラスの、プレゼントになったんですけども、他にもコパーセンスプラスや、X スピードフロープラスがまだ残っているので、そちらもまた後日プレゼント企画をやっていけたらいいかなと思います。